吉田さん、おはようございます。凡事徹底を徹底して2ヶ月でチャンネル登録1万人突破ですか。それはとってもすごいじゃないですか。吉田さんがその指導ができるんだったら私は本当にすごいと思うんですよ。なんかね、今までなんで隠したんですかっていうね、吉田さんチャンネル登録伸び悩んでるのかと思ったんですけど、そういう隠し玉があるとはね、いやー感服でございます。私はね、そんな2ヶ月で1万人とかは突破できないんで、なかなか難しいですね。まあえげつない匿名のやつってのは2ヶ月じゃないですけどね、1万人突破したのは半年ぐらいだったかなと思うんですよ。匿名のアカウントあるんですけども、それでも半年かかりましたね。それから1万人を超えたあたりから、今多分7万2000人か3000人のチャンネルなんですけども、結構ね、いろいろとお金も使いましたね。しんどかったですね。まあそういうもんなんだろうなと思いました。やっぱり10万人を目指すとかね、20万人行くっていう人はそれなりに基礎力もあるし、盆地徹底もしてるし、広告も使ってるし、もう様々だなというふうな感想ですね。でもその方がですね、そういう広告とかなんとか使わずに行ってるんだとしたら、それは本当にすごい吉田さんの指導だったんだなと思いますよね。まあもう今回はね、それ以外に言うことはないですね。摩訶不思議と言いますか、吉田さんにそんな力があったとは本当にすごいなと思いますよ。ドリームアカデミアはやっぱすごいですね。ぜひね、その力を発揮して皆さんを1万人に、というか吉田さん自身も1万人に行ってもらいたいなということでございますね。まあ今回はすごくいい話を聞けたような気がしますんで、続報をお願いします。1万人、私もね、あと100人で1万人なんですけども、それがなかなか超えられないんですよね。かといってね、人数増やすために何かするってのも私の本意じゃないんで、どうしようかなと思ってるところですけども、ちょっとその辺教えてください。それでは動画をご覧の皆様も、次吉谷さんがね、2ヶ月でチャンネル登録1万人とはいかなくても1000人突破でいいや、2ヶ月で1000人突破する方法をぜひご教授ください。よろしくお願いします。それでは失礼します。